育成指名されてプロにいるかどうか悩んだ。どうしてコシヒカリか選手でプロに入団したかったか。だが覚悟決めて育成入団、支配下目指して努力重ねた。けどさっぱり打てずに二軍戦で打率ゼロ割。自主トレ沖縄の先輩山川を高に弟子入り、意識の低さ指摘され、野球やめて消防士になれと言われた。